よし、やっていくぞ、やっていくぞ。なんぼだ。清宮、焼きつく清宮パート21です。焼きつく清宮ってなんだ。もしも清宮がどうのこうの、その21でございます。今日やって、じゃあこの、うん、4月前半やって、4月って言った、6月4週やっての前半やって後半やったらね、6月終わりで7月ですということでね、まあ上げざるを得ない。何もしなくて大丈夫。確か前回の動画でちゃんと全部やってから終えたはず。豊田、これがベストの打線だよね。あ、どうもアザラシですって言います。清水を誰が投げさせてんの。清水を、おいこいつ、いやー、ロングリーグしてるな。ロングリーグしてるな。延長かい？延長ですね。攻められない、これは。むしろ原田を攻めるべき。復帰したばかりのさ、原田を。いやー、これどうだろう。今日のお立ち台、イチローって書いてある。さては、イチローが打ったな、これ。イチロースリーラン。どうなんだろうね。センター前、フォアボール、イチローのスリーランを原田が打たれて終わってる。言ってみりゃ別にこれは清水は悪くないか。パリランナー、18号、19号。一応清宮の成績見ていく。6打数1安打、1割6分7厘。そろそろ3割割るな。なかなか。この辺りがそろそろ山場になってきたな。正代月。ちょっと待ってよ。防御率じゃ別に大して変わりしねえぞ。どうすっかな。どうすっかな。ガンちゃん。ガンちゃん頼む。金田がね、怖いんだよな。左ではちょっと金田はちょっと無理じゃないってことで、石本を出す。こんなとこでしょう。うわっ。イチローが活躍しまくってるな。打撃成績、イチロー。4打数2安打2打点、5割、3割6分3厘。なかなか。うちのスーパーエース関根で、なんとか勝ちを拾いたい。ここで勝っておきたい。頼む！えい！よし！えいって。よし！ブランデンのスリラン。新庄の先頭出し打ち、小笠原、新庄、ブランデン、すげえな。うちも打ったり何本だよって感じの。いやー、これブランデン放出まずくないか。稲葉取るためだけにさ、稲葉敦則取るためだけにブランデン放出はちょっと実はやばくないか。これはボーじゃねえ、ゲーム差がさ、ちょっと開いちゃって。ブランデンが一通り打ってんだな。いや、厳しいな。首位をひた。誰だ、調子敏夫というすごい選手の登場です。今年のドラフトが注目されます。調子敏夫、誰だ、調子、内野手なのか外野手なのかもわからんぞ。多分有名な OB だと思う。まあいいや、後で調べる。坪井復帰でしょう。よし、これで、こっから逆襲の F よ。逆襲の F よ。ういー、スワローズのトレードが成立してしまった。これで陣容がガラッと変わりますね。稲葉篤則外野手です。てれってーん。背番号41になりました。石井博俊投手です。背番号は23になりました。あ、61か。あ、待てよ。前か。あれ、清宮の背番号って変えたっけ？そういうことってしたっけ？あの、背番号でね。雷が外なっている。
したっけ。あ、清宮21してる、ちゃんとしてるじゃん。じゃあ それと同時にだよ、それと同時にあの新庄の背番号1にさせてください。日ハム時代の稲葉って背番号何番だったっけ。稲葉の背番号覚えてないな。9番ぐらい。まああのこれも後で直して、後で覚えてたらします。スマホで今調べようとしてた、試合中とかに。雨だからね、やることないね。人事で調子選手の一応ドラフト候補、調子多分二塁手だったと思うんだよな、なんかそんな気がする。三塁手でした。即戦力間違いなしの三塁手調子。この選手についてはあの何も知らないんだけど、立ち位置って立ち位だからこの辺か。調子と地層、早熟普通タイプ CB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  続いてバントが CA。 いいとこ何もないよこの人。 CB しかないんですよ。何がいいんだろう、何がいいのかもわからない。これがドラフト注目のっつうのはちょっとなんか納得いかねえもんがあるな。任せる。はい、あります。堀田博士投手でいいです。で、何しろ選びようとしてたんだっけ。調子について調べようとしたのかな。作戦室、こっからはもうあんまり落とせないね、あの順位を。度胸をつけるのには苦労する。スライダーのキレはぼちぼち。さあ、1軍2軍の登録を考えよう。石井を上げるために誰かを下げるべきなんだが、原田がなピリッとしねえな。原田と立山ママか。一番落としたいのはこいつだな、門重室。しかし落とす、これか、こいつか、こいつか。性能的に言ったらとかいうのもあるけどな、矢野だな。2.45 で一見よく見えるけど、こういう選手の存在が全体に迷惑をかけてるのかもしれない。さあこの奈良原が一体いつまで持つかだな。もう持ってないんだけどな、実際はな。そろそろだぞこれ、そろそろ交代あると思う。まあ、まだまだギリギリだな、ギリいけてる。稲葉 DH か。ほんまか、ほんまか、これはこれマジか。おバンドよりも守備が悪い今稲葉ってありか。どうだ、本当か、本当か、本当か、本当にか。ちょっと並べる。いや、やっぱ稲葉の方が守備いいじゃん。まあ、何を考えとんじゃ。バンド打足が足りねえな、ちょっともうちょっと何枚か欲しいね。いかに強力打線のうちとはいえ、1番田中健介はまあしょうがないね。で奈良原は最下位だ。1番稲葉はありえないな、もうちょっと下位で伸び伸びって感じでしょうね。1番は新庄か小笠原か金坪井だな。1番坪井、2番金子、小笠原、清宮、新庄、稲葉、おバンド、おバンドが低い。こうでしょう。ちゃうな。こうでしょうね。新庄は悪くねえよ。十分やってる。やってるけど、2割5分の選手だよ。うん、正直。
そしたらまあこうなるわ、打線の組みようは、まあ、場合によっては稲葉を上に上げてもいいけど、稲葉ここに上げてもいいけど、稲葉を2番で使ってもいいけど、いやないな、ないな、なんなら坪井、小笠原、稲葉の左が続きすぎるな。それもよくね。新庄、まあ今後の選手たちの打順によって考えていきます。いやーサードとセンターラインだけ強いな。センターラインだけ強い。ちょっと邪魔者が入ったということで、この打順でしばらく使ってみようと思います。思いますけどね、なんかしっくりこねえな。なんかもっといい組み方がある気がする。小笠原は2番で使いたいよな。脅威の2番小笠原だったもんな。悩み悩むな。チャンス B、 チャンス C、 やっぱ1番新庄だ。1番新庄、2番小笠原、3番坪井、清宮、小坂東、稲葉、金子、野口、左が続くな。こうかな、こうかな、これだな。これでいきます。これでいく。 Never mind what I do だ。 Never mind what I do だっけ。よし、ここで勝ちに行くぞ。ここで勝ちに行くぞ。万全の豊だ。今うちここだぞ。ロッテ戦珍しくない？あんまりロッテ戦ってない気がするな。岩本で行きたいから、いや、ここで岩本万全だし投げですよ。よしよし、ミラバルがいいね。一戦目は清宮14号、小笠原16号、清宮お立ち台。二戦目は新庄が打ってる。打撃成績ってどんなもんよ。5打数3安打、5打数1安打。4打数ノーヒット。4打数ノーヒット。ちょっと打ってないけど、坂東のおかげでって感じかな。よし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 、ちょっと待って。稲葉の成績。4打数2安打、5割、2割5分。よし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 、悪くない悪くない。ここでここらで、スーパーエース関根で勝ちに行く。すごいね、なんかこのカード大丈夫だろ。あ、まあ、千葉と東京だもんね、この時代だったらね。大丈夫か、行きましょう。勝ちたいね、勝ちたいね。ベシッとこう締めて終わりたいね、6月を締めて。てか、あの、首位でいきたい。首位をキープしたい。首位陥落したのがちょっと清宮、金子誠、小笠原サード、奈良原、稲葉と坪井の守備でさ、坪井の方が守備がいいからと思ってライト使ってるけど、本当は稲葉ライトで使いたいよな。そういうところ大事かもしれん。守備的なもので言えば、小坂ルイン出したぞ。おー、ラッキー。福浦ですね、この時代の福浦。いいですね、走ろう、即走ろう。えい、これでバントはしないのがうちのチームだな。このチームはこうだな。2番に小笠原を置いた時点でもうバントはないね。このチームにバントはない。ただ小笠原の打撃を信じるのに。うえーうえー、すごい。
ボール2。え、入ってる今。3割4分5厘。ヒットヒットヒット。ヒットです。走れはしないか。ここで坪井走らすか。さらに。攻めるね。攻めるったらないね。よしよし。さあ、ワンアウト、二塁三塁。ここで歩かしてもいいよ、正直、清宮は。歩かしてくれてもいいよ。次のオバンドの方が。カクカクしてない？大丈夫？カクカクしてない？おー、いいんじゃないでしょうか。ちょっと気になるな、こっちのあの録画してる方の画面の方がすげえカクカクしてる。すごく気になってる。チラチラ見てるんだけど、めっちゃ気になるな。もしかしたら録画したのがうまいこと撮れてないかもしれません。お、田中幸雄がいる。ちょっと待ってね。今すごく気になるから、あの一旦これで録画中切ってからもう一回確かめてみます。再開ということでね、再開しました。やっぱカクカクしてたね。何だったんだろうな。えらくカクカクしてたね。まあいいでしょう。清宮が1点入れたシーンは多分カクカクで見えてなかったと思うけど、まあ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 、もう1点入れるからきっと。まあパソコンとかの調子のね、うんぬんかんぬんに関してはね、すぐこう気づいて、ああ1点入れた、気づいて、まあそういうそのセンスも問われるような、動画的なうまさという、何を言っとんだ。そのもうこの取り直しできないゲームだから、失敗しちゃったらもう失敗だってなったらもう取り返しがつかないという。そこのもちろんこのポンコツパソコンにね、鞭打って実況しております。ほんとポンコツだから。何のための稲葉なんだ、何のための稲葉なんだ、一体守備のための今だ。完全に愛人枠と言われてるだろうな。打たない選手が本当打たないな。打てない選手が。ちょっと新庄のバッティングに期待しよう。ここ注目。左にめっぽう強い新庄。焼きつく的にはね、現実どうだったかな。現実でもやっぱ左に強かった気がする。右に弱かった気がするけどね。ここね、かなり高い確率で打つんじゃないかと思ってます。高い確率で打つんじゃないかと思って、いいウィー、いい試合だな、いい試合になりそうだな。ノーアウト1塁2塁。ボーリック歩かせてもいいぞこれ。あー、なんとかせだ。笠原アウト。フルナの方が良かったかな。アウト。このまま試合膠着して6回ぐらいまでいきそう。0点でアウト。酒井忠治なんてなかなか守備の上手かった選手だって言われるけどね。小坂酒井の守備みたいな。今いいバッテ、金子はちょっと調子いいな。稲葉はほんとダメだな。取ったはいいけど全然活躍してないな。見るから活躍してないな。小坂のバント怖い。おう、タッチだか。よしよし、ツーベース。さあ新庄だ。
ラッキーではない。ラッキーではこれは千載一遇のチャンスでと言っていい。対左バッターとして1番2番目ぐらいに期待できる。新庄はうちの打線で5番の次ぐらいに期待できる。チャンスってことも加味すると下手したら5番よりも期待できるかもしれない。ということで腕新庄2ストライク2ボール。なかなか思ったようにいかんですね。打率3割1分7厘。小笠原は右には強いんだよ、左にはあんまり強くないんだよ。このゲームにおいては現実は割と右左どちらもまんべんなく打つバッターだった気がするけど。打ち上げた。厳しいね、厳しいね。そろそろ1点入れられるぞこれ。この回あたりはかなり危ない。どうする？変えるか？いや、センター新庄ならあるいは。惜しかったかな。センター新庄ならあるいはと思ったが、いや。さすがにね、もうほぼセンターフェンスギリギリまで行ってる。あの外野フライをアウトにできるなんて選手はいないわ。よし、ちょっと待て、坪井が塁に出たぞ。さあノーアウト2塁作った。打っていいよ、見なくていい。清宮はホームラン狙っていけ。最低限か、右打ち指令が出てた。片岡バッティングコーチからね、きっと右打ち指令が出てたね。オーバンド、投げてほしいな。防御率さ、4割5分7厘の選手なんだよ。4.57 の選手なんだよ。4割5分7厘っつったら4.57 の選手なんだよ。そんな選手にキリキリ前にさせられるようなうちのダイハード打線じゃないんだよ。ダイハードじゃないよ、ビッグバン打線じゃないんだよ。頼むよ、振ってくれよ、頼むってくれ、負けたくない。うわ、このカーブがなんかクセモンだな。初島じゃねえか。かわいい、初島かわいい。テレテレテテテテレレレ、石広じゃねえか。稲葉が全く期待できんな。見てみろこの場、バントだ、野口じゃバントだ。さすがにこれは、これをこの采配を否定する者はおるまい。打率1割6分8厘、打率1割6分8厘のバッターのバントを否定するやつはおるまい。いや、しかしね、多分 OPS だとまあまあいいんだと思うよ。だってホームラン7本も打ってるもの。でもここはそういう場面じゃないんだ、1点がまず欲しい。ランナーじゃあここでバントだ、奈良原でバントだ。もう引退しろ、奈良原。引退しろ、もう。懲罰交代だ、このバントは。懲罰交代だ、田中健介に交代です。これは懲罰、やむなしでしょう。どういうこと？どういうことなの？小笠原しか、小笠原今のバッティング見た？ちょっとテレフォンパンチでしたよ。おかしいでしょ、左だとこんなにダメか小笠原。ツーストライクツーボール。うわー、
またか、向かロバーツ得点圏までランナーを許しましたが、なんとかしのぎました。ここでピンチ大村岩尾バッティングコーチ。大村のバッティングフォームなんかすごいんだよ、焼きつくないで。あ、見えねえわ、見えねえわ。大村一本でもヒット打たれたら帰るから、ここ買い時じゃない。ボーリックな。変えます、ここは変え時、さすがの、さすがに変え時だって2つフォアボール出したからな。立山、解説とかでもおなじみの立山、ホワイトソックスにもしましたね。よし、ナイスかね、ごま、ま、よしよしよし、左、次、右、どっち、立川、ここ1点入れられたら終わるぞ。仮にもメジャーリーガーだったのであれば、この後メジャーに渡るようなそんな大投手なのであれば、ここのところはお願いします、立山さん。散らしていきます。岡山って結構ちらし寿司の文化が花咲いていて、花咲くってことではないけど、ちらし寿司が結構有名で、あの足盛り、倉敷、あの辺りのなんかお寿司をこうひっくり返したお寿司とかあったりね、具の上の、ちらし寿司って上のところに表面上層にさ、上層に具が乗ってるけどさ、それをひっくり返して白米に見せたお寿司とかあったり、あと抜く寿司っていうのもあるね。あのちらし寿司を温めてせいろで蒸してあったかくした抜く寿司というものもある。どんだけちらし寿司食いたいねんっていうぐらいだけどね。岡山に来られた方はね、あんまりメジャーではないけどちらし寿司にあのアンテナ張って食べに行くといいんじゃないかなって思いますよ。ただまあ、あの言うほどじゃないけどね、言うほど美味しいもんじゃない、ちらし寿司。あのまあサークルのね、満件のね、新刊で行ったところもちらし寿司がなんか出てた。あの新刊のなんか2000円ぐらいで食べ放題じゃないんだけどね、ビュッフェスタイルの、あの新刊予約して行ったところもあのチラシ寿司があったんだけど、その野郎がゴロゴロいるようなサークルじゃないんで、チラシ寿司誰も手をつけずみたいな、めっちゃダダまあういダダ余りしてた。米が農家の人に申し訳ねえっていう気持ちで米かっくらってたけど、米じゃんっていう、チラシ寿司っていうか、まあ米じゃんっていう感じ。よくわからんトークをしてしまったな。ここちょっと大事、大塚明。ほう、よし、金田中、この回に1点入れるにはウォーレン、ボーイス 4.60、 ウォーレン可能性はある、可能性はあるけどな。金子誠帰れんしな。最終回のバッター3人を、うわ、ホームランくらい見せてくれ。どうする、野口の一発にかけるか、石本で出塁してもうワンチャンで狙うか。石本だ、塁に出れば二塁に落とし入れることができれば即座に盗塁してっていうことがある。なんで最後のバッター3人はみんなフラフラフライを打ち上げてなかったか。稲葉はセカンドゴロだったか。
また負けた。またそのテレビ中継されてる時に負けてしまった。近鉄差がちょっと 1.0 ゲームという差がついてしまっていますね。お金は結構あるね。3億円かのお金があるね。7月はまあまだ外国人選手取れたかな。7月はまだどうなんだろうね。ロリさんだ、近鉄牽引してるのは。22本で58打点だ。これか、近鉄は強いのは。ピッチャー陣は大したことないのにな。ほい、お、岩本勉選手が、岩本勉選手がオールスターファン投票、現在のところ1位ですね。次に、時点で待ってたか。途中経過だからな。あんま信じてもしょうがないな、これはな。OK。じゃあ、とりあえず、このところは、ここまでですね。ここまでやって、7月に入って、ここまでですね。1億円持っていかれて、勝敗表を見て、月別順位見て、1、1、6月で2位になってますね。12勝12敗で2位になってんだよ。14勝8敗、11勝12敗、12勝12敗。まあまあ戦い抜いてんのにね、6月。故障者が続出する中で、まあまあ戦い抜いてんだけどね。まあそれより近鉄のペースがおかしいか。一気に上がってきたもんね。よし、まあこんなとこでしょう。こんなとこでしょう。一応清宮見てみるか。清宮の立ち位置、現在地。3割4分。ホームランはこの辺り、打点で結構いいところいますね。打点を狙えるんじゃない。イチローが59打点だし、6月まで終わってしまいましたね。あともう何ヶ月だろうな、野球のシーズンが。シャーラ、C ランク外国人を獲得したとか、12勝したとか、12敗したとか。7月ね、今月末にテレビ局との契約があるわ。少しでも多く買ってアピールしておいたらどう。上から目線で、上から目線で言われている秘書に。どう、トランプかしら。今まで開発したグッズのリストにどうのこうの。好きにしてちょうだい。もっともっと竹もっと。何これ、おい、ちょっと口が減らねえなこいつ。 FA なんて出ていかない。人事がな、まあいいか、これだけやっとこう。人事がね、あのオーストラリアでもうちょっといい選手引っ張ってくれる選手を置いておきたかった。ほい、ないよね。じゃあ5001です。短期決戦で勝負を仕掛けていくには、こうやってどんどん商品を開発していかなくちゃダメなんだ。これが焼き付く短期決戦の定石よ。一人二人野手が欲しいな。野手がサイドビジネスにも手を染めていく。689万しかないぞ。次この動画を始めるときに、うお、金少なって思うんだろうな。不法少なって思うんだろうな。それはまたよし。次いつあげようかな。
オールスター前にはオールスターとかそんなんじゃないか。そろそろオールスターと一緒に、オールスターと一緒に、オールスターの日にはオールスターの動画を上げたいもんな。そのタイミングってうまく合わせられるんだろうか。もうそのこっちの現実世界のオールスターはもう順位決まってるのに、焼きつく内のオールスターはまだ中間発表だもんね。そういうところでちょっと昔と違うかもしれない、発表のタイミングとかね。じゃあ、ね、ごめんね、ほんなまた。